スブーンで気絶するとかそっとするとかまあ注意してほしいのがスブーンオーバーで無が夢中になるだろうなまあ気絶するから転じて無が夢中になるっていうのはね気絶するほど熱中すりゃそうだけどねもうこれ研究出そうじゃないですかいや今まで過去1回もスブーン出てないからでしかもスブーンって SVL レベル11だからこうちょうどいい感じなのよじゃてんじゃないスブーンオーバー So in love, we fall. We're struck. We are crushed. We swoon. We burn with passion. Love makes us crazy, and it makes us sick. Our hearts ache, and then they break very courtly, as Priscilla Green said, what young secretary wouldn't swoon when in the middle of dictation, um, he would light a cigarette and light it. A... feel. Whether Daniel Craig made you swoon or Akira Kurosawa brought you to tears. Built up or oxygen uh, was diminished, uh, the birds would swoon before people would, so it acted as an early warning system hey, get out of the mine, things aren't going so well. While others may swoon over the grandeur, we just take it in our stride. Because i had so much fun decorating these swoon-worthy easter cakes that are not only perfect for easter. such exquisite beauty uh that we swoon in front of them when we go to see them at least i do and i try and make my students. Something. you're like the perfect package you're charming girls swoon over you and you're like the playboy who bangs a bunch of girls because that could be the reason but it would need something else for the media to swoon over problem? it too i got an answer for you.

夜行バスとかででてんでしょこの人たちそんなアイドルをかけてる人たちがね、岡田純一にキスなんかされたらね、気絶するでしょうね。もうすぐにねもうそりゃすぐに気絶しますよこんなんもん。ね。If the idol they swoon over kissed them, they would soon swoon.If the idol they swoon over kissed them, they would soon swoon.If the idol they swoon over kissed them, they would soon swoon.If the idol they swoon over kissed them, they would soon swoon. で、でここれれ大丈夫ですかこれスブーンは自動詞だけどスブーンオーバーでも駆動詞として認識されてスブーンオーバー二つで一語みたいな感じになってるからもう二つで多動詞化してでアイドル。 フゼイスブーンローバーって目的語がこう前に来てますよこういう自動詞なのになんか駆動詞化して他動詞になっちゃうやつっていうのはちょっと分かりづらいよねちょっとこないだ過去問やっててねは分かんなくなったっていうのがねちょうどこれと同じ自動詞が駆動詞化して他動詞っぽく扱われておまけに関係代名詞とセットで使われてみたいなやつだったからねちょっと見てみますかまあこの赤線の部分がねおやおやおやってなったんだけどね まあ一応前後の文はこんな感じだよね。段落ごと抜き出すとね。この赤線でおやおやおやってならない人います ?2007 年の第2回の過去問かな。うん。まあ抜き出すとこうですかこれきつくないですかパッと見てね。だここまでは余裕だらね。このアシュームザットのまではいけるよね。ここまでね。ここでまあ一段落ついてるからね。 ここですよ、問題は、これ。The only direction shares can go is up. うわ。うわ、じゃない、これ。うん。だ、これはどうなってるかっていうと、まずやられるのがね、どう考えてもパンピーはね、the only direction shares でも切っちゃうよね。うん。ダイレクションシェアズってなんだろうあれダイ、ダイレクトなシェアってこと あれつってダイレクションシェアっていう単語があるのかなみたいな投資の世界ではダイレクションシェアーズなる単語がこの世に存在するのかなみたいなでも投資やったことないからわかんないなみたいな仮にダイレクションシェアーズなるものがあったとして Can go is up えー、この is up はどういうことみたいなね あれつって。もう一回見なきゃ、つって二度読みするんでしょあーえっと、however がこうで、this がこうで、で、こうでで、で、よく考えれば however だからまずここでちょっと意味が切れてんだ、つって。で、many of whom, eranously, assume that, あれつって。is up はどこにかかってんのみたいな。 そしたらもはや三度読みだよね。えーと、ちょっと待って、however がここまででかかってて、え put off investor でもうここで文系はまず終わってるから、で、次は、やっぱり assume that だから多分こうなってると思うんだけど、あれっつって。えー、じゃあ、じゃあ何ここにフィッチ、フィッチが省略されてこういうことフィッチ can go is up? いやでも Go って多動詞じゃないよつって。あれもし仮にこれが自動詞だったとしたら、ここのフィッチは省略できないはずだけど、あれつって。そしたらググりましたらですね、なんとですね、ダイレクションシェアーズなんて言言葉はなくて、The only direction で切れます。The only direction で切れて、The only direction shares can go. is up なんですねだからこれが S でこれが V でこれが C なんですねこういうことですかじゃあ GO の品種は何ですかっつったらなんとこの GO の後にはこの IN が省略されるんですってだから CANGOIN でちょっと多動詞化するんですってで多動詞化することによってこの GOIN のこの目的語がダイレクションなんだってしかもちゃんとシェアーズが株価だっていうことを分かってないと 株価が向かう唯一の方向は上がるだけだっていうことね。だから投資家は株価が上がることしか考えてないよっていうことですよね。ああ、橋を目指たですね。投資家は誤って株価が向かう方向が上だけだと推定してるみたいな感じですか あ難しいですねこれも2二度読み三度読みしてもこんなんやっちゃったらまずこの問題全落としだよねおそらくねそもそもシェアーズで株価がちょっとパンピーには辛いですよねうん分け前えみたいなダイレクションシェアーズっていう言葉があるのみたいなねそしてさらに強引の因は省略されやすいっていうことが分かってないと厳しいですよねで省略され,なされやすいっていうのが分かってたとしてもこの強引で その強引の駆動詞が多動詞化してで関係代名詞に使われるっていうのがね知らないと厳しいですよねだから役載せるとこんな感じですかまあ一撃ですとはね読みづらいですよねこれね真面目に授業っぽいことやって尺を稼ぐとこういうことになりますよじゃあ今日の復習です「If the idol they swoon over kiss them they would soon swoon」